さんこんばんは、えみです。今日はくるちゃんとミントのナイトルーティーンもご紹介します。帰宅すると部屋が冷え切っているので、レンジでチンする湯たんぽを温めます。くるちゃんとミントとは毎日一緒に出勤しているので、職場でも家でも24時間一緒です。専用のカバーに入れます。湯たんぽ大好きなミントが早速寄ってきました。よっぽどお気に入りなのか、なかなか話してくれません。ミント、ここに置くね。はい、カミカミするのはこっちだよ。脱毛症で皮膚が乾燥しやすいので、こちらで保湿しています。病院から週に 2,3 回するように指示されているので、お着替えのタイミングで保湿しています。ミントはお着替えが苦手なので、ちょっと尻尾が下がっています。このグレー色の部分はすべて剥げて地肌が出ているので、その部分を保湿していきます。直接スプレーすると冷たくてびっくりするので、手の温度で温めてから塗ります。下半身も保湿します。この新しい洋服に着替えます。お洋服は手洗いでお洗濯します。新しいお洋服は大きかったようで、ちょっとブカブカでした。ご飯の準備を始めると、くるみとミントは私に夢中です。お湯を沸かします。まずくるちゃんのご飯の準備です。くるちゃんは膵炎になりやすい体質なので、高カロリーのものは与えてはいけないそうです。ですので、今は体調や運動量を見て食べるものを変えています。くるちゃんは好き嫌いなく完食してくれるのでありがたいんです。少しだけお湯を入れて香りを出します。続いてミントのご飯です。いつもはかりでグラムを測るのですが、今回は省略します。ミントのお里ではこのフードを食べていたのですが、食いつきが悪くなってきたので、オリジンのフードを混ぜてあげています。
ちゃん、ミント、できたよ。まずはくるちゃんのご飯です。あ、これはくるちゃんのだよ。ミントもいただきます。ご飯も最初はふやかしていたのですが、ふやかしたご飯はあまり好きじゃないようで、カリカリのまま食べています。お布団を敷きました。必ずくるちゃんが足元に来ます。小さい時からいつもこの位置で寝ます。ここが落ち着くのかな。私の寝てる位置からはこんな風に見えます。最初は自分のベッドで寝始めますが、夜中になると寂しくなるのか、必ず私の顔の横にぴったりとくっついて寝ます。おやすみ。ご視聴ありがとうございました。これからもミントの成長を見守っていただけると嬉しいです。